髪の毛か。おろすか。つけてないですね。ここの部屋は多分リビングはついてるけど、多分今全然つけなくても暑くないです。あ、公演ありがとうございます。昨日かな、昨日発表されたのかな、あの昨日の夜ぐらいかな。8月15日の公演のと同じメンバーでまたやらせていただけることになりました。ありがとうございます。9月19日ですねの5時からありますので、土曜日ですね、1週間後かな。なので1週間しかないんですけど1週間しかないんですけど、ちょっとあの不安ですが、正直あの頑張ります正直不安だけど楽しみです。でもまた同じメンバーで、なんか同じメンバーでできることはなかなかないのかなって思ってて、そう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 、一人ぐらいはやっぱ絡まってやるのかなと。あ、同じメンバーでいらしていただけるのかなかと思って頑張ります。ファイト、ありがとうございます。さっきね、そうそうそう、ブログちらって見たらさ、リカちゃんのブログ上がってて、そう、リカちゃんの見たらさ、そう、立ち位置を間違えないか不安っていうか、間違えないように頑張りますみたいな書いてあって、本当にそれなって思います本当に混乱しそうで怖いんですよ。まあ、私だけじゃない、全然多分出る子みんな思ってるし、明日もありますよね。明日も、私じゃないけど全然、いや明日以外にもいっぱいあると思うんですけど、明日はあの9期生の方のあの青春がある面があって、きっと9期生の方々も、ね、大変だと思いますし、他にも公演、他のチーム S さん K2 さん E さんもやってらっしゃるので、私たちも頑張らないとなって思うんですけどやっぱりねやっぱり大丈夫かなっていうのはありますね。ちょっと不安ですが、いつもよりかは頑張ってます。てか会っちゃいけないから 100%チョコミント食べれますよ。うん、初見さんもう一人ありがとうございます。よっからせー
そういえば今日やったセブンのバナナミルク飲めた。え、飲めてないんですよまだ。ちょっと明日飲みたいけど飲めるかな。で、帰省グッズ予約しました。ありがとうございます。ぜひ使ってください。嬉しい。初めての磁気性グッズだからレアですよ。レア、しかも超自信作、めっちゃ可愛いでしょ。色も私たちのビブスの色になってるから、そうそうそう、それを意識しました。グッズ選考今日までなの？そうなんだ。らしいです。急げ急げ。ご時間ありがとうございます。グッズのおすすめ全部全部です。チェックしてきます。気に入ったら買います。気に入ってください、気に入ってください、お願いしますいや無理してね、無理して気に入らなくてもいいですよ。全然気に入らなかったら、まあ、しょうがないですね。ね、ゆうそう、ゆうちゃんのイラストなんですよね。ゆうちゃんが描いてくれてすごいよね。私絵心ないので、あの私は毎週描けないんですけど、みんなの顔すごいなと思ってね。え、生まれ持ったものだよね、絵うまいのとか。わかんない、頑張ればうまくなるのかもしれないけど。あ、まだあった、まだまだ時間ありました、まだ時間ありました。あさってまでですね。よかったですね、皆さん考える時間がまだありますそう、皆さん忙しいんですね。もう12周年も見なきゃいけない、グッズもいっぱいあるし迷っちゃいますね。マジシンも毎月あるし、幸せの悩みです。どうもありがとうございます。ハートもありがとうございます。私は12周年全部見ることをおすすめします全部ずっとこう言って見ることをおすすめする、最初から最後まで。ハートありがとうございます。どうもありがとうございます。私のおすすめはそうですやっぱりね、絶対に、いや、まあ推しメンだけを見たい気持ちもわかるんですよ。推しメンだけも見たいなって思うのもわかるんだけど、全部見た方が絶対におすすめ。本当にこれは言っておきます、全部見た方がおすすめです。ハートありがとうございます。あ、アーカイブもあるの？健康第一、ありがとうございます。アーカイブもあるんですか？あ、1週間だけなんだ。うん、まあでもお仕事もある方もいらっしゃいますもんね。入れる方はね、一緒にこの一緒のこの時間をね共有して
楽しみましょう。時間の共有大事。どうもありがとうございます。楽しみにしててください。私も楽しみです。あ、159か、159日ありがとうございます。パチ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 ありがとうございます。パチパチありがとうございます。次の公演気をつけたいこと、ありますね。一個パッて思いつくのは、まあいっぱいあるんですよ本当に。直すところとか気をつけなきゃいけないとこいっぱいあるんですけど、一番は笑顔、ずっと笑顔でいる、なんだろうな、楽しい曲とかはなんだろう、どうしてもパッてね顔が一瞬何素に戻っちゃう時あるから、それ気をつけたいなって思いますね。ずっと笑顔でいれる、もう自分が映ってなくても、この例えば誰かがここにみおちゃんがいて私がここにいても笑顔みたいな。ここにさ誰か映ってて、こうやって映ってるじゃん、ここに私がいるじゃん、この時にさこうだったらおかしいじゃん。だからこの時もで笑顔で入れるようにしたいなって思います。本当ありがとうございます。どうしても意識しててもなっちゃうんですよ。楽しいのに、めちゃめちゃ楽しいのに、なんか後から見たらえみたいな、なんでこんな顔してんの自分っていう時があるんですよ。自分は全然そんな意識ないのに。だからあ、なんか意識の上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 ぐらい浮かなきゃいけないんだと思って、っていうのを次は意識したいと思いますので、皆さんはそこにご注目ください。頑張ります。あれですよ、かっこいい曲はかっこいいんですけどね。本当ありがとうございます。本当ありがとうございます。アイさんありがとうございます。それを一番意識したいかな次は。もちろんずっと意識してることはそのまま継続して、プラスでそれを意識して、他にも振りはもちろんだけど、それはちょっとなんか前は反省で思ったかな、印象強いか。
それもありがとうございます。あとはいつもしないミスをしないですね。それもありがとうございます。私ね、口ちっちゃいんですよ。なんか笑顔の幅がね、勘だけしかないから、なんかこう口をつむってあんまりね笑顔できないんですよ。歯見せるのは全然できるんですけど、なんかちっちゃいんですよ口。こういう全然関係ないと思うんですけど、口がちっちゃいです。お姉ちゃんもちっちゃいですよね。えくぼね、えくぼこっちかな、あれできない。たまにできるんですよ、えくぼ。なんかたまにできる、めっちゃ笑うとできるんですけど、エクボは2回ぐらいも場面で送ってます。はい、ちっちゃいんですよね口、多分平均が分かんないけどこのぐらい笑ってはそんな大きくならないから。そう、ちょっとへこんだんですよね、こっちかな、忘れちゃった。大爆笑する時ありますよ。昨日も大爆笑しました、確か。昨日は何の話で大爆笑したか忘れちゃったんですけど、すごい笑ったの覚えてる昨日。なんでだっけな、忘れちゃった。基本毎日笑ってますね。ジュッキのこといる時も笑ってるし、本当ありがとうございます。配信では大爆笑できない大爆笑の出来事があればいいんだけど、誰かと一緒に配信してたらあるかもしれないけど、なかなかショールームで大爆笑してる人見たことないけどね。かわいい、ありがとうございます。一人だとなかなか大爆笑できないけど、10期生でよく笑う、みんな笑うよ、よく、うん、みんな笑うと思う。アナちゃん大爆笑してるの？アナちゃんも常にニコニコでいるから可愛い。常にニコニコしてるから。アナナンスマイルだから。ね。
さすがに大爆笑まではあれだけど、よくね笑ってる印象がある。かわいい。アナナスマイル。ジェイシーって感じの笑い方？ジェイシーって感じの笑い方？そうかな。あーでも JC って感じ。そうか、すっごい楽しそうに笑ってる印象はある。めちゃめちゃ JC って感じ。あ、29分になりました。29分になりましたと。私の笑い方わかんない。どうなんだ、自分じゃわかんないよね。よし、じゃあ29分になったのでランキングを読んで目読して今日は終わりたいと思います。じゃあ13位ありがとうございます。12位ありがとうございます。11位ありがとうございます。10位ありがとうございます。9位ありがとうございます。8位ありがとうございます。7位ありがとうございます。6位ありがとうございます。5位ありがとうございます。4位ありがとうございます。3位ありがとうございます。2位ありがとうございます。1位ありがとうございます。ありがとうございました。よし、じゃあこの後は私は踊ってきます。家の中で練習します。あ、今日はちなみにまたまたギス T シャツです。なんか最近ゲス T シャツばっかり着てるんですけど、なんか多分洗濯して近くに置いてあるからね、ついつい取っちゃうんですけど、着すぎだろっていうぐらいゲス T を着てます。大好きって言ってもこれしか持ってないT シャツはこれしか持ってない。カバンは持ってます。カバンとスウェットはあるんです。ゲスティですのびちゃん、のびちゃん、では今日も一日お疲れ様でした。明日はどうしようかな。お昼になるか夜になるかちょっとまだわからないんですけど、またお知らせします。T シャツ1枚ってことじゃないよ、この T シャツがね。じゃあねー、ではまた明日、おやすみなさーい。バイバーイ。おやすみなさーい。